どうも、なっチャンネルです。いつもご視聴ありがとうございます。今回は三国志新世の動画を作っていきたいんですけども、リクエスト動画ということになってて、またですね、前回に引き続き、編成の解説&紹介動画ということになります。で、その編成というのはですね、以前運営さんが発表してたシーズン1でよく使われてた編成というのの中にも載ってる編成ということでですね、いろんな意味合いを兼ねての動画ということになるわけなんですけども、そちらの編成というのがですね、曹操、あと、天威で最後、巨著、この3人で組むですね古英順と呼ばれる編成ですね、こちらの方を紹介していきたいと思うんですけども、こちらの編成の特徴を一言で言いますと、対物理特化編成と読んでいいんじゃないでしょうか。物理ダメージに対して非常に強いんですよね。なんで相手が高火力でも結構耐えてくれて相手を倒してしまうみたいなですね編成になってるんですが、逆にその分ですね計略ダメージには非常に弱い編成ということになっております。じゃあその編成というのを紐解いていきたいんですけども、まずその前にですね、この部隊の場合絆効果というのが発生します。これはですね、職でいうところの桃園決議みたいなね、劉備、関羽、張飛で組んだらこういう効果がありますみたいなのがあったと思うんですよね。で、それの義バージョンでですね、曹操、定位、巨著でもですね、絆効果が発生します。これはですね、曹操の護衛として有名な2人とですね、まあ言うたら編成を組むということなんで、いかにも絆効果が発動しそうな3人ということにはなるんですけどね。で、その効果というのがですね、騎兵または槍兵と対峙したときに、自軍全体の非平人ダメージを 12% 減らすという内容になってるんですね。硬くなりますよね。で、計略ダメージに弱いということを申し上げましたが、基本的に計略ダメージを食らわしてくるような部隊って弓部隊が多いんですよね。逆にその騎兵とか槍兵の部隊っていうのはですね、武力系、つまりまあ物理ダメージ系が多いんじゃないかなと僕勝手に思ってるんですけど、多分統計取るとそういう結果になるんじゃないかなと思います。なんでこの絆効果っていうのはですね、その物理特化には欠かせないような内容になってるっていうことですね。それを踏まえた上でですね、各武将の役割分担というのを見ていきたいと思います。はい、まず主将の曹操ですね。曹操っていうのは基本的に固めのタンカーとしての武将であるんですよね。っていうのがですね、この乱世の勧誘を発動するとですね、副将が与えたダメージに応じてですね、自分の兵力が回復するという内容になってるんですよね。なんで副将が頑張ってくれりゃくれるほど自分は死ににくくなるという内容になってるわけなんですね。なんでなかなか死ぬことはないという武将になってるので、言うたら首相に非常に向いてるんですよね。首相っていうのは死んじゃうと部隊が壊滅イコール敗北ということになってるので、首相はなるだけ死なないような武将にしたいということなんですけども、そういった観点で見ても曹操を首相にするのは理にかなってるんじゃないかなと思います。で、この編成はですね、曹操と天威、この2人ははっきり言ってサポート&タンカーですね。この2人でターゲットを引きつけるという役割があります。で、巨著でガリガリ削ってもらってっていう内容になってるので、この2人っていうのがですねタンカーとして、言ったら舞台の中に組み込まれてるとですね、まあ巨著はしっかり暴れることはできるんじゃないかなということですよね。曹操も硬い、天威も硬いということになってますからね。なんでその分ですね、巨著の火力っていうのをしっかり出してもらわないとなかなか相手を削ることはできないということになってしまうんですけどね。で、その巨著っていうのがですね、しっかり火力を叩き出せる武将ということになってるので、対物理に対してめちゃめちゃ強い編成ということになってるわけなんですね。そしたら曹操に覚えさせる継承戦法を見ていきたいかなと思うんですけど、はい、1つ目は割骨領得ですね。自軍で損失兵力が最も多い武将の弱体状態を解除し兵力を回復するという内容になってるんですけども、回復系の継承戦法では一番いいんじゃないかと言われてるですね戦法になってますね。カダから継承できる S 品質の戦法発動確率は 40% ということになっております。これを装備しておくことによってですね、一番死にかかってる武将というのをですねしっかりと回復してくれるということになってるので、まあ、誰が死にかかってるかって言ったらおそらく天威が一番死にかかる確率は高いんじゃないかなと思うんですけども、たまにですねやっぱり他への範囲ダメージで巨著とかが死にかかったりっていうこともあるので、そういった不測の事態に応じることができる戦法ということでですね、これは押さえときたいかなというところですね。で、同じ回復戦法としてはちょっと一歩劣るんですが、A 品質の戦法で座主古城というのがありますよね。もしこちらの、カツコツ領土を覚えさせられないということであれば、そちらの方を覚えさせるのがいいんじゃないかなと思います。でもう一つなんですが、はい、投降兵ですね。盾兵を、闘争不入の投降兵にランクアップさせると、自軍全体が平陣非ダメージですねを 24% 低下させるんですが、燃焼状態の時は3倍ダメージ 300% 増ということになっているので、もう燃えてしまったらもう消し済みにされてしまいますよというような、戦法ということになってますね。なんでこれは兵種戦法で、盾兵になってたら必ず発動してくれるということになってるんですけども、この編成のコンセプトといたしましては、対物理特攻というところがあるので、燃焼状態であることとかいうのはあまり気にしないという方がいいんじゃないかなと僕は思うんですよね。中途半端にいろんな部隊に強いオールマイティーな感じを作るよりは、特に美課金無課金の方はですね、特化型を作る方が活躍できるんじゃないかなと思うので、それやったらですね、もう物理には滅法強いけども、計略、特に燃焼系には非常に弱いこの投降兵ですね、これを装備させることによってですね、対物理は任しといてよみたいなね、部隊を一つ作るというのはありなんじゃないかなと思うんですけども、一応ですね、その領地を占領するときとかに戦うときですね、っていうのはですね、結構燃焼状態にしてくるような敵が多いので、どっちかというと対人部隊ということになるかなと思いますね。でこの投降兵がない場合ですねは、もうしゃあなしやとは思うんですが、こちらですね、漢陣営ですね、盾兵を攻めて落とせぬものはなしの漢陣営にランクアップさせると、自軍全体の武力統率を22ポイント上昇させて、3ターンの間はですね、応急効果を獲得して、ダメージを受けるたびに受けるダメージの 30% の確率で、自軍の兵力を回復するという内容になっているわけなんですね。これ、高順から継承できる絵図品質の戦法ということになっているんですけど、こちらもですね、盾兵を強化するのには非常に向いている武将、戦法ということになるんですけども、で一応ですね、投降兵のように燃焼ダメージに弱いとかいうことがないんで、安定した硬さっていうのはですね、手に入れることはできるかもしれないんですけども、投降兵と比べたら物理ダメージに対してカッチカチというわけではないので、ちょっと中途半端になってしまうのかなというところですね。なんでしっかりと課金されてる方で、もうランクアップなんかもマックスまでっていう方がもしいらっしゃったらですね、どんな部隊にでも強いこの、漢陣営にする方がいいんじゃないかなと思うんですけども、美課金無課金の方は投降兵を装備してですね、もうその言うたら物理攻撃を仕掛けてくるような部隊だったら廃課金の部隊にでも勝てますよというような部隊を作るのが正解なんじゃないかなと思いますけどね。そしたら次、天衣見ていきたいと思います。はい、天衣はですね、古の悪雷という固有戦法を持ってるんですが、こちらは 100% の確率で発動する、指揮戦法ということになってますね。で、自軍首相が通常攻撃の目標となったとき、つまり曹操が狙われたときということですね。攻撃者に対して猛撃を発動するということで、カウンターですねを代わりに放ってくれると。でさらに攻撃者の平陣ダメージを 18% 減らしということでデバフをかけて、一旦持続して、さらに首相が受ける通常攻撃を天衣が肩代わりするということになってるんですね。なんでこれ、相手の火力が下がった上で天衣を攻撃してくれますよという内容になってるわけなんですね。しかもカウンターまで放ってくれるということになってます。なんで首相を守るにはこれ以上の言うたら、こういう戦法はないんじゃないかっていうぐらいですね、優れた、タンク役の戦法ということになっております。でそしたら覚えさせる継承戦法なんですけど、はい、1つ目、後発聖人となってますね。これは通常攻撃を受けたとき、攻撃者に対し一角の反撃を行うということになっております。で、発動確率は 100% ではありますが、ダメージ率は 52% ということになってますね。これは曹操を守るために、天衣がダメージを受けたときに反撃してくれますよということですね。なので、反撃と来てるわけですね。もう1個見ていきましょう。はい、こちら魅惑ですね。こちらは一応 S 品質ということで手に入りにくいんですけども、自身が通常攻撃を受けると、つまり自分もしくは曹操が通常攻撃を受けた場合ですね、 40% の確率で攻撃者を、混乱、再進、封印、虚弱のいずれかの状態にするということで、相手を制御状態にしてしまうということですね。これも非常に魅力ですよね。相手が、思ったように動けなくなるということになるので、結果自分たちを守ることにつながりますよね。なんでこの2つの戦法をおすすめしているということになってるんですけど、僕はですね、これちょっと火力不安じゃないっていうところがあるんですよね。曹操がしっかりとその非平人ダメージとか減らしてくれてって、あとその絆効果で平人ダメージも減ってるので、さらに曹操に一応回復系の戦法もつけてるということになってるんで、天意にはですね、もうちょい火力面で頑張ってもらいたいということで、こちら、後発聖人ですね。これ決して悪くないんですけども、反撃系の、戦法でもっとええのがあるんですよね。それがですね、こちら、絶地反撃ですね。これは火口ともしくは旅歴から継承できる S 品質の戦法ということになっているので、なかなか手に入らないです。特に加工トンなんかは使いたい方が多いと思うので継承させないですよね。なんで入手難度は高いんですけども、こちら反撃系の戦法としては非常に強いんですね。内容を読んでいきましょう。戦闘中自身が平人ダメージを受けるたびに武力が6ポイント上昇すると。で、最大10回重ね掛け可能ということで、武力が60上がるということなんですね。で、5ターン目に重ね掛け回数に応じて敵軍全体に平人ダメージを与えると。で、ダメージ率 120%、 毎回 14% のダメージ率上昇ということになってますよね。なんで天意のようにですね、ダメージを引きつけるタイプですね。曹操とあと天意を攻撃してきた時に、これがどんどん重ね掛けされるわけなんですね。最大10回まで重ね掛けされます。で、5ターン目にドーンとダメージを入れるわけなんですけども、これの火力がめちゃめちゃでかいということでですね、その挑発系ですねとかかばう系の武将にはこれは本当に合ってる戦法ということになってるんですよね。なんで入手難度は高いんですけども、もし手に入れることができたとしたらですね、後発聖人の代わりにこちらの戦法をつけるのをお勧めしたいですね。そうすることによって相手を削りきれないみたいなことで引き分けになったりっていうことを防ぐ効果が出てくるんじゃないかなと思います。そしたら最後は一応巨長を見ていきたいと思います。はい、巨長はですね、この舞台でアタッカーの役割ということがあるので、一番ちょっと頑張ってもらわないかん武将ということになってます。見ていきましょう。こういう戦法がですね、パッシブ戦法ということで 100% 発動ですね。毎ターン敵軍単体をロックし、目標に対して自身が発動する全ての攻撃の余ダメージを 33% 増やす。目標を撃破した場合、戦闘終了まで自身を破人状態にするということが書いております。これはですね、敵軍をロック、どういうことかと言いますとですね、ある敵を決めたらその敵に攻撃し続けるっていうわけなんですね。これは通常攻撃もそうですし、あとアクティブ戦法とかみたいなですね、こう戦法ダメージに関しても相手を狙うのを定めるということになってるんですよ。でですね、これがどんだけいいかっていうことをですね、ちょっと説明したいんですけど、どうでしょう、ちょっとわからんかと思ったら申し訳ないんですけども、ファイナルファンタジー5というゲームがありまして、そのゲームの中のアビリティでですね、乱れ打ちっていうのがあるんですね。これはですね、8回攻撃をするんですが、相手誰を狙うかはランダムですよっていう技なんですよ。なんで例えば相手が6匹とかおったりしたら、その6匹のうちの誰を狙うかっていうのを毎回こう抽選して決めるというわけなんですね。となるとですね、ダメージが結構ばらついてしまって、こう全体的にふわーっとダメージ与えちゃいましたよみたいなことになるわけなんですよね。で、これが、例えば乱れ打ちがですね、1人ずつを確実に倒すまで攻撃した後、次のターゲットに移行して、そのターゲットを倒すまでそこで固定するっていうことだったら、めちゃめちゃ強いと思いませんか。1人ずつ確実に倒していけるわけなんですね。で、こういった戦法っていうのは基本的にダメージはでかいんですよね。ここにもあるように、攻撃の余ダメージを 33% 増やすということが書いてるので、これでかなり火力が上がると。で、できたらですね、つけたい継承戦法っていうのは、相手ランダムで誰を狙うかわからないけども、回数を多く攻撃するみたいな、その乱れ打ちみたいな戦法をですね、装備させることによってですね、相手をロックするので、同じ相手ばかりですね、その複数回ダメージが狙ってくれるわけなんですね。なんで、全体攻撃および範囲攻撃、さらに単体攻撃みたいなのよりは、単体攻撃で、複数回攻撃するみたいな、継承戦法をつけることによってですね、相手を一つずつ確実に仕留めてくれる上にですね、もし最初に主将ロックなんかしたりしたらですね、相手の副将無傷で主将だけとことんダメージ与えて壊滅させちゃったみたいなこともあり得るということなんですね。これだけでも結構強いんじゃないかなと思うんですけども、じゃあどのような戦法をつけるのがいいのかというのを見ていきたいと思います。はい、1つ目、こちら、勇壮飛燕ですね。こちらはですね、巨著の固有戦法と本当に相性がいいです。内容がですね、敵軍単体に平均ダメージを2から4回与えるというですね、長遠から継承できる A 品質のアクティブ戦法ということになってるんですけども、これ仮に4回とか攻撃が当たったとしますよね。そうするとですね、合計のダメージパーセンテージって言ったらいいんですかね、割合ダメージはですね、320を超えるということなんですね。84×4 ということなんでね、しかもそれがですね、1人の武将に当たるということになってるんですよ。なんぼ320のダメージを与えたとしても、こう分担してしまったら一人一人に与えるダメージって大したことないじゃないですか。これがですね、巨長の固有戦法によって1人に絞られるということでですね、1人の武将が大ダメージを受けることになるということなんですね。主将が食らえば部隊壊滅につながりますし、副将が食らってもですね、1人武将が欠けてる状態の部隊って言ったらかなり弱くなりますから、それだけ有利にことを運べるという内容になっております。そしたらもう一つの戦法を見ていきたいと思うんですけども、こちら、戦王略奪がおすすめされてますね。これは各種から継承できるアクティブ戦法ということになってます。A 品質で発動確率 45% ということで結構高いですね。敵軍単体に対し2回平陣攻撃を発動するダメージ率 102% ということで、これもですね、複数回攻撃になってますよね。で、この2回っていうのがロックした武将に両方当たるということになるので、1人の武将に対して効果力を叩き出せるということになってるわけなんですね。で、さらに目標が強行状態の場合、目標に回復無効効果が付与されると2ターンの間継続するということになってるんですけど、これはですね、一応強行状態になることっていうのはまあ多分ないだろうなっていうところなんですよね。魅惑による制御状態に関してもですね、この強行は入ってなかったと思いますので、まあ強行状態になってる場合はないかなと思うんですけども、一応ですね、こういった形で効果力を叩き出せる戦法ということになってるんですね。なんでまあ一応おすすめはこの2つの戦法が表記されてますけども、火力が叩き出せて、で単体にドカーンっていうダメージでなければ、はっきり言ってどれでもいい感じなんですよね。例えばですね、ちょっと入手難度は上がりますが、こちら、なんて読むか分かりませんけども、トータクから継承できる、突撃戦法ということになっております。発動確率は 35% ということで若干低いんですけども、通常攻撃後、攻撃目標に再度平陣攻撃を行い混乱状態にするということが書かれてます。で、ダメージ率が 196% ということになっているので、通常攻撃を当てた時に追加で与えるダメージが 196% もあって、さらに混乱ともつけれるということになってるわけなんですね。なんでまあ非常に強いということになっておりますし、ごめんなさい、先ほど単体ドーンっていうのは向いてないということもお伝えさせていただいたんですけど、まあ、通常攻撃と同じで、まあ、ダメージを与えることができるということを考えるとですね、こういった落砲みたいな単体ドーンで高ダメージプラスアルファ制御状態みたいな戦法もいいんじゃないかなと思うんですよね。結局その言ったらダメージ 33% 増でしたっけっていう固有戦法になってるので、どのような戦法でもやっぱり火力が高ければこの巨著には向いてるということになってるので、まあ一番のおすすめは勇壮飛燕かなと思うんですけども、もう一つっていうのはですね、効果力が叩き出せる戦法だったら、まあ、割と何でもいいのかなと。 33% 増って言ったら3割増しっていうことですから、かなりのダメージが期待できるということで、でさらにですね、こう周りの武将がしっかりサポートしてくれるわけなので、まあ、こう巨著っていうのはですね、思う存分火力が叩き出せる戦法だけをですね、覚えさせることができるということになってるわけなんですね。はい、いかがだったでしょうか。今回はですね、古英順の、解説&紹介をさせていただきました。結構こういった何かに特化してっていう舞台って美課金無課金の方しっかり組めたらなって思いますよね。相当強いんじゃないかなと思うんですけども、僕は今のところ曹操しか持ってないのでなかなか組めそうにないなという気がするんですね。で、曹操って他にも結構以前説明させていただいた徐行を使う編成ですね、あれでも活躍しますし、カコートンテイクとクマス編成でも活躍するっていうことでオールマイティーさが半端ないんですよね。なんで2人3人欲しいっていう武将になってくるんですけど、実際はまあこのゲームそういうわけにはいきませんので、まあ代わりになる武将、例えばこの、今日紹介させていただいたコエジュンなんかだと首相を、まあ、違う武将に変えてですね、でそのまあそうですね、宗人とかですね、まあ、今パッと言っただけなんでもしかしたら宗人は合わないかもしれないんですけど、まあそういったこうタンク役の武将なんかを入れることによってですね、まあ、代わりにはなってくれるんじゃないかなっていう気はするんでね、そこら辺はちょっとご自身で考えていただいて、こういった武将だったら代わりになるんじゃないかみたいなこともですね、考えるのもこういったゲームを楽しむまあ面白さの一つだと思うんでね。ただまあこのコエージュに関しては絆効果もあるので、やっぱりここにソースを使えたらベストかなというふうに僕は思いますけどもね。いかがだったでしょうか。今回の動画が面白かったとかためになったと思っていただける方はグッドボタンとチャンネル登録、あと Twitter のフォローの方よろしくお願いします。Twitter のリンクは概要欄です。以上です。ありがとうございました。